ロヨラ・メラルコ・スパークス FC とは、フィリピンのケソンを本拠地とするプロサッカークラブ。2006年にロヨラ・アギラ FC として設立され、2011年にマニラ電力とマルエル・パンギリナンスポーツ財団によって取得され、現在の名称に改称した。2013年にユナイテッドフットボールリーグカップを制覇した。ライバルは、カヤ FC。2006年にアテネオで、 マニラ大学とその高校の代表選手及び、雇用者によって設立された。2010年にユナイテッドフットボールリーグが設立されると、その初年度からのメンバーとなり、その初年度は4位で終えた。2011シーズンは、ATR キム・エングがスポンサーとなりパトリック・オザイタを首相に据えた、このクラブは5位で終えた。2011年9月には、 フィリップ・ヤング・ハズバンドとジェームズ・ヤング・ハズバンドの兄弟、ダレン・ハートマン、マシュー・ハートマン、マーク・ハートマンの兄弟をチームに加えた。その後、突如として、マニラ・電力とマヌエル・パンギリナンスポーツ財団に、買収された。同年のユナイテッド・フットボール・リーグ・カップでは、快進撃を見せたものの、フィリピン・エア・フォース・ FC に、決勝で2から0で下された。2012年のリーグは、 前半を首位で折り返したものの、後半調子を落とし結局リーグを3位で終えた。しかし、その前半の順位から、同年のシンガポールカップに招待参加した。5月18日に行われた、ゲイランユナイテッド FC 戦では延長戦の末2から1で勝利を収めた。また、ミャンマーの官房ザ FC とも7月に対戦し、3から1と2から2で合計5から3となり勝利した。 その後、準決勝でタンピネスローバース FC に5から0で敗北。3位決定戦のゴンバク、ユナイテッド FC 戦も4から0で敗北し、4位に終わった。12月にはリーグカップ戦でグループ C を首位で通過したものの、準決勝でグローバル FC に敗北した。2013年のフィリピンサッカー、協会男子クラブ杯に参加したものの、 準決勝で、カヤ FC に敗北した。2013年のシンガポールカップでは、ハリマウムダビーと対戦した。その後、タンジョンパガーユナイテッド FC に5から4で敗北した。リーグカップでは、グループ E で、ドルフィンズユナイテッド FC 相手に16から0で、解消した。さらにフィリピンネイビー FC 相手にも9から0で、解消した。 2013年10月30日にはブルーガーズ FC 相手に33から0の歴史的解消を収めた。この試合で8得点を獲得したフィリップ・ヤング・ハズバンドはこの大会で18得点となり得点王に輝いた。クラブの希少はアテネオでマニラ大学の希少の形替えである。その大学の希少はイグナチオデロヨラに由来している。 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。